それでは皆さんの合唱をお願いします。ノマノブス、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 ノマノブス。どうもありがとうございました。ともこさんが感想を鳴らしていただきました。皆さんようこそ。本日は、2024年の前半の最後のお参りになるのかな。6月最後のお参りということは、皆さんようこそ、本日のお参りにご参加していただきました。ともこさんもオンラインにいますし、あと皆さんもズームでご参加しておられます。それではまず最初、黙想とお念仏で今日のお参りを始めたいと思います。よろしくお願いします。No man loves, no 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 man loves. それではまず最初に、三部条、三喜右衛門をいただきたいと思います。画面にも映してますし、紫の聖典の10ページ目になっています。ナマンダブス、ナマンダブス。来三門、三喜右衛門。人参受けがたし、今すでに受く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの性に向かってか好みをどせん。大衆もろともに、私心に参謀に、帰依し立てまつるべし。自ら仏に帰依し立てまつる。まさに願わくは衆生とともに、大道を体現して無常意を起こさん。自ら法に帰依し立てまつる。まさに願わくは衆生とともに、深く経蔵に入りて知恵海のごとくなら。自ら僧に帰依し立てまつる。まさに願わくは衆生とともに、大衆を通りして一切無下なら、無常人人未明の方は百千万号にも愛ようことかたし、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を決し立てまつらん。ノマンダブス、ノマンダブス、ノマンダブス。それでは引き続き、言行、今日は十二来をいただきたいと思います。紫の聖典だったら63ページに載っています。また画面にも映っています。それではご一緒に十二来を
ただきたいと思います。ナマンナブス、ナマンナブス、ナマンナブス、ナマンナブス。
がの役女水がずねよの一周せも無名寺おがちょらいみなそいそんぶせずむあぐみょやぐむにょにあぐのうしゅにししぎょいそおがじょらいみなそいさむりょうめきょむしょしゅあぐじじきおじょふたいしもないおがじょらいみなそあぜずいそんぐどぐじしゅぜむへんよんあいすいしょうぎゃぐぜんおしょうじょうしゃエセシュヨショウヒゴナマナブナどうずもないしおじょうあなごのまんのす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 まんのそれでは今日の、お参りをご縁に、少しばかりお話しさせていただきたいと思います。実はですね、今日は、皆さんにちょっと紹介というか、まず最初にですね、この、だいたい3週間ほど前ぐらいからかな、また新たにお寺にいろいろ修復というか改築した部分があって、窓全部新しくなったわけなんですね。それと、
お寺の内部も全部ペンキを塗り直して、実を言いますとこの本堂の色も微妙に変わったんですね。智子さんが見たかったら一番後ろのですね、とこをまだ塗り忘れたので窓があるとこの下ですね、あれが元の色だった。もうちょっと濃かったんですね。これよりで、まあペンキも塗り直して、まあ、バタバタした1週間というか2週間って言ってもいいか、私の事務所も、全部、まあ、新しい窓とペンキを塗り直したために、ペンキを塗るとき前にですね、全部本棚とか壁から離して、本を全部出して、今、私の事務所倉庫みたいになってるんですね。その中で、仕事をしてたので、ちょっと落ち着かない一週間だったんですが、まあ、ようやくペンキも終わったので、これから片付けなければならない。ペンキするとどうしても白い粉があっちこっち細かい白い粉がですね、出るのでまあ今日明日はダメか今日は、ちょっと掃除しなければならない。まあそういう中でですね、今回の話っていうか実は言いますと今年の3月かな。今ですね、私たちのお寺に、英語のお参りに、一人の若者が、毎週、お参りしに来てる、子がいるんですよ。子って言ってももう、28ぐらいだったかな。で、彼は、オンタリオ州のハミルトンというところの、マクマスター大学の修士号を取って、仏教専攻で修士課程を取ったんですね。で、でも彼は出身がバンクーバーなので、学校を終えて、今度こっちに戻ってきたわけなんです。で、約1年前からこのお寺に通うようになって、非常に、仏教に興味あり、浄土真宗、まあ、うちのメンバーにもなっているわけなんですが、その、彼のお父さんがですね、たまたま、UBC の方で、キリスト教の、心理学校かな、専門校なんですね。UBC の中にある、St. Mark's College というですね、キリスト教の、学校があって、そこに3月に1回、呼ばれたことがあるんですね。その、キリスト教の生徒たちに、仏教の話をちょっとしてくれない、紹介してくれないかと。そしてまた今度はですね、7月10日にまた、話してくれないと。今度はですね、でも、この多宗教がどうやってこの世の中に、共に存在することができるかと。非常に大切、今の世の中に非常に大切な会話というか、今はね、よく世界中に争いがあって、この争いのもとも結構宗教をもとにした争いもあったり、ユダヤ教とパレスチナとかですね、ああいう問題とか見るとですね、非常に、あまりいい世の中ではないと思ってもいいんですね。で、その先生が、この、会話の中でどうしたら私たちが平等に一緒にこの世で共に暮らせないかという、テーマで話してほしいと、これ7月10日になんですけどね。で、そこでですね、私が、このことを考えると、ふとこの阿弥陀経というお経のことを思い出したんですね。
で、この阿弥陀経の中にいろいろ表現が載っているわけなんですが、まず一つはこのお浄土というところの中にですね、ある池があって、それ、まあ、宝石に、がいっぱい入っている池があって、その中にあのハスの花も、5つの色のハスの花かなが、咲いているわけなんですが、すべての色はその色を、出して共に、生きていると。ですから白いハスの花は白い色、赤いハスの花は赤いハス、青いハスは 青色、黄色いハスの花は黄色い色と。で、それがですね、お互いに尊重するわけなんです。例えばその赤いハス、の葉が花が、自分の方が、立派だから自分の色にみんな変えようとか、そういうわけではなく、みんなそのハスの花はそれぞれの色を出しながらも、平等にお互い尊重するっていう風に表現されてるんですね。まずそれは一つなんですね。で、もう一つは、お浄土には様々な鳥がいると言うんですね。お浄土の鳥。で、その鳥も、一日に6回、鳴いたりして、でも鳴き声が、すべてのものに、法を聞きなさいと。ね、そういう風に進められる。そしてもう一つはね、これはうちの、ちょっと話変わりますが、私の長男がですね、生まれた時、もう32年前の話になるわけなんですが、長男が、実は言いますと、日本で生まれたわけです。私がまだ留学を終わる頃だったのかな。で、私が大学院の2回生の時に、大学院入った時に家内と結婚して、そして私が2回生の時に、彼女妊娠して、ちょうどですね、私の論文の最後の頃に、出産することになって、最後の試験があったわけなんですね。で、その試験の前にもう、彼女が、実家の方、大分の日田というところにですね、帰って、私は京都に残ってその最後の試験待ってたわけなんですが、待ってる間にですね、もう生まれるという連絡があって。私が、飛んで京都から九州に行ったわけなんですが、そこに長男が生まれたわけなんですね。で、やっぱり子供って不思議なことに、最初に生まれた子は皆さんもそうだと思うんですけど、ものすごく大事にするわけなんですね。で、名前もですね、つけるのにも大変だったんですよ。いくつか名前を選んでたわけなんですけど、選んでるのはいいんですけど、生まれてくる子を見るとですね、どうもその選んでた名前と違うなと、元気とかそういう名前も選んでたかな、一つで、なかなかその名前が決まらなくて1週間ぐらいにかかったわけなんですね。とにかくその1週間の間、日本の場合ですね、割と出産後、個人病院なので、長くいられるわけなんですね。で、家内も風邪ひったのかな。とにかく1週間ぐらい入院してた。で、その、病室って言っても、ここは、出産するための病院であって、病室っていうよりもホテルの部屋みたいだったんですね。で、私も一緒に泊まることができたわけなんですが。その中で、生まれたですね、当時はまだ VHS っていうビデオですね、
録画して私の親のとこにカナダの方に送ったわけなんです。でそれがですね、日本の場合だったらこちらだったら入院するときに腕輪みたいのつけられるんですね。全部自分の情報が書いてある。でも日本の場合その赤ん坊の時、赤ん坊にはですね腕輪じゃなくて足に直接マーカーでですね名前を書くわけなんですよ。で家内の旧姓が佐藤なんですけど、佐藤赤ちゃんって書いてあったんですね。でもそれがやっぱりマーカーでね足に書いてもそんな綺麗に見られないんですよ。でちょっと洗ったりするともう字もほとんど読めないぐらい、見られるわけなんですが、まあ、私がビデオをカナダの方に送ってですね、後になって聞いたんです、聞いたことなんですが、うちの両親は非常に心配したらしいんですよ。というのは、この赤ん坊は生まれつきのあざがあるんじゃないかと、足に大きなあざがついてると思って、でもまあ、それは別としてですね、最終的にこの名前を決めたのがですね、この阿弥陀経の中に我了っていう、まさあきって私たちが呼んだんですけどね、この我了っていうのは、1日に、6回ですね、お浄土に風が吹いて、その木の葉っぱがですね、きれいな音楽を鳴らすと。でそれはさまざまいろんな音なのに疲労に調和してきれいな音楽になるとね。だからこの風でもきれいな音楽を鳴らすお浄土なんですね。でそれをですねふと考えそれをことを考えてみると、これは一体私たちに何を言ってるんだろうかとね。このお浄土だからそういうことなのか、この世の中でもまあお互いを尊重してですね、お互いのことを認めて尊重すればもっと平和になるんではないかと。でそこがですね、やっぱり仏教のいいところっていうか、今世界中でも仏教が非常に評判が良くて、皆さんがこの仏教の教えっていうのは素晴らしいと言われるのが、そういうとこがあるからではないかなと。どうしても私たちの見教えが正しいので他の見教えは間違ってるとかは言わないわけなんですね。とにかくこの見教えは私にとっては合う教えであって、私にとっては大事な教えではありますが、他の人はまた別かもしれない。それも認めるわけなんですね、仏教では。で、そこがこのお浄土の中の平等に、全てのものを、平等に、過ごせる世の中っていうのは、お互いを尊重する世の中であれば、もっと平和がこれから先ですね、世界中、平和が広がるんじゃないかなという、ことなんですが、この間の、皆さんも、アメリカの大統領の選挙の、ディベートの話を聞いたと思うんですが、まあとにかくどっちもどっちで、最終的の、ある評論家が言ってたのが、一つだけ言えることは、これはアメリカがあんまりよく見られないことだと、どっちもどっちだったっていう話を聞いて、まさに、そのようにどうしても自分が正しい、あなたが間違ってるっていう立場で話してたわけなので、まあこれではなかなか、平和というものは得られないなということを思ったわけでございます。まあ今日はその、この世の中に平等っていうものがどうやって生まれられるかっていうことを少しばかりお話しさせていただきました。最後になりますが、皆さんともう一度合唱して今日のお参りを終わりにしたいと思います。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。
7月の行事なんですが、来週は、7月の正月法要になりますので、それは英語と日本語の合同礼拝を10時半から始めます。そしてその次の週、14日ですが、私はトロントの方に出張してますので、英語のみの、ロイ・アクネ先生が英語のみのお参りを10時半から、ズームもありません。ロイ先生はちょっとズームの、仕方がまだわからないようで、英語、ここだけの英語の方を、お務めになります。そして、20日、21日は、ここのお盆法要の週末であり、20日土曜日の10時半からは、納骨堂のお参りがあり、そして、4時から盆踊りが行われます。そして、日曜日、21日の10時半から、初盆とお盆のお参りがここで行われます。それも、合同礼拝となります。それでまた28も普通のお参りになります。まあ、それが7月の予定になります。皆さんも今日は本当にようこそお参りしていただき、良い一日を送られますようお願いします。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。Thanks, Sharon. So there's service next week is from 10:30. It's a joint English-Japanese, but there's no service on the 14th, just to let you know. And then no Japanese service. And then the 21st is, of course, our Obon service, and that will be a joint service starting at 10:30. Thank you. ありがとうございました。